おいしい。これ喋ってないとちょっとおっかないんだけど、すごい。絶対1億円あるよ、ここ。この辺人が住んでるのに野生の猿いたね、今ね。いや、まさかこんなところで野生の猿が見えるなんて思わなかったよ。なんかこのトンネル、奥に行けば奥に行くほど暗く感じるんだけど、気のせいかな。日光市に入りました。おお、なかなかいいね。この橋を渡って左に行くと、いろは雑貨に行くんだけど、今回は別のところに用事があるので、ここは右に曲がります。いろは雑貨行きたかった。日光まで来てね、八潮の湯っていうところに到着いたしまして、ここでちょっと一風呂浴びてから、また進んでいこうと思います。はい、ピント合ってないと思うけど何も見えないからいいね。はい、行ってきました。いや、いいとこでしたね。あの男風呂の方は外湯と内湯と1個ずつ、広いのと、あと水風呂が1個ありましたね。で、サウナはなぜかね、中止になってました。ということでね、さっぱりしたところでまた向かいます。では出発です。いや、街灯が少ねえな、ここも本当に暗いとこだ。ツルハードラッグを見つけました。ここなら何か食べるものあるでしょう。ちょっと買ってこよう。はい、飯買ってきましたんで、また進んで、で、なんかどっか、休憩できるところをね、探して、それで進みたいと思います。いや、なんか綺麗な街並みだな。明るい街見てみたかったよ。てか、人歩いてんな。なんかあったのかな、今日。お待ち？迷惑だな、今のやつ。こんな暗いところにあんな止まってて。うわ、真っ暗。見えねえ。これセンターラインがなかったら突っ込むぞ。すげえ、ま、全然見えない。あっから見てほしくなるのか。いや、すっげえ細いところ。あ、ナビ、このナビ案内してくれるな。いやいやいや、おっかねえぞここ。気がすごいもんな。いやー、恐ろしいところじゃ。あ、広くなった。これぐらいの車幅があれば別になんてことはないけど。てか、センターラインが見えないと恐ろしいぞここは。狭いのか。おっかねえな。はい、県道14号、ここは栃木の県道14号みたいです。いや、これ別に昼間なら大したことないんだけど、夜だからね。およそ300メートル先、左方向です。ライトが一切ないっていうのが恐ろしいよ。こうだもん。うわ、危ない、うわ、おっかね。いや、ここでブラインド走行はできないよ。いや、恐ろしい、ここ。てかさ、ナビの明るさで周りが見えないっていう噂があるんだけど、このナビが明るいせいかな。あれ、ちょっと待って、ナビが変な方向かってる。ナビがちゃんと動いてくれてない。これは怖いよ。いや、怖いな、マジで。
恐ろしい。本当にここでいいの？いや、まずいでしょ、ここ。だって道ないよ。ちょっと戻る、いや、戻るにしてもこれ、戻れないぞ、これ。いやいやいや、ここ怖いとこ来ちゃったな。いや、せめて舗装路になってよ。今夜の8時だよ。いや、なんか道間違えた？ナビがあって道間違えた？いや、恐ろしいな、ここは。いや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 、ちょっと待ってよ待ってよ待ってよ、ここ、うわぁ。一応、車は通った跡はあるけど、だってすごい狭いよ、これ。ほとんど通った形跡がないもん。わだちにはなってるけど。いやー、これ絶対道どっかで間違えてるよ。いやいや、まずいな、これ。しかも関係ない方に行っちゃってるもん。いやー、この暗さで U ターンはこれ無理。無理無理無理。あ、ここで U ターンいけるな。いやー、バックライトの明かりも心もとないな。いや、恐ろしい。あ、しまった。いやいやいや、これまずいでしょ、この道。どこで道間違えたの？一本道なのに。ありえないんだけど。いやー、ナビが、ま、戻ってくんないよ、ここ。え、 GPS 聞いてないの、これ。マジで？なんで GPS 聞いてないの、ここ。待って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 、本当に待ってよって。え、何、今 U ターンして戻ってんのに方向変わってないんだけど。え、マジかよ、ここ。え、街灯ないんだよ、これで。まあ、ガソリンはまだ半分あるけどさ。いやー、ちょっと待って、これおっかねえ。やだやだやだ、これ、喋ってないとちょっとおっかないんだけど。すごい、絶対1億円あるよ、ここ。こんな中歩いてたら絶対1億円見つかるよ。いやー、まずいな、これ。絶対まずいとこだよ、これ。ほら、おーおお、カメ。うわ、ここだよ、さっきのところ。これこっちだったんだ。やっぱりナビの明かりで全然道が見えなかった。おっかねえ。いや、でもナビは全然戻ってないし、こっちでいいのかな。いや、舗装路になっただけでも助かった。ちょっと待ってよ。いや、このまま行くのはいいんだけど、ナビが戻ってくんないよ、これ。恐ろしい、恐ろしい。もうほんと喋ってない。うわ、何、マップがワープした、ワープした、ワープした。ちょっと待って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 。大丈夫そうだ。うお、予定通りのコースに戻ったらしい。全然ナビが効かなかった、今のところ。いや、もう喋ってないと言え、おっかないから、もうずっと喋ってたけど。いや、ちょっと待って、うわ、真っ暗だな、これ。分かってよ、そんなのどうでもいいよ。いや、こんなところカーブでスピード出すバカいないでしょ。ああ、もう、ああ、おっかなかった、さっきのところ。何あれ、やだな。こんなところでタヌキ出てきたらびっくりしたよ、もう。親父悲鳴上げたらどうすんだよ。
っかねえなあ。おっかねえ。逆にまだ車が来てくれてた方が安心するよなこれな。車来るのかよここ。いやーもうやだもうやだ、こんなとこやだよ。とんのもう早く町に行きたいよ。こんな伝統のない山道はコリゴリだねもうね。いや恐ろしい恐ろしい。だから一本道なのになんであそこで獣道があるんだってもう本当にびっくりだよね。いやー路肩注意、路肩注意、路肩注意ってなんだよ。恐ろしいな。いやーでも舗装路がこんなに安心すると思わなかった。もう安心するさってまだ街灯ないからね、まだ安心はできないんだけど。でもあの砂利道よりは全然マシで安心だよな、これの方が。あー恐ろしかった。あーこれで落石なんかあった日にはもうどうしようもないよ。もう U ターンして戻るにしてもまた道に迷っちゃったらもう最悪だしね。はいじゃあ、いやー恐ろしい。今日でもなんでこんなに霧がすごいんだろう。てかやっぱナビこんな目線の横にあったらダメだわ。ナビは下にないとダメだね。下のうちちょっと改造しよう。いやそれにしてもちょっとここはいやー恐ろしいとこやの。ほらアップにしてももう霧が立ち込めて、まあ、遠くまでなんかうっすらと見えるだけでちょっと見づらいもんねこれ。いやありこれ。いや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 、ちょっと待って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 。なんか出てきそうな気もするし出てこないでちょうだいし、もうやだし、もう、いやいやなんかなんかやだよもう。明かりが欲しい、明かりが欲しい。真っ暗で周りが見えないな。怖い怖い怖い。てか喋ってないと本当に怖いんだけど、これ何ここ。もうこんなに真っ暗な道本当に久しぶりに通るんだけど、真っ暗すぎてもうほら電気がないこと自体がもうめったにないんだから。おいやこんだけ急に曲がるのちょっとおっかないな。このガードレール全体的にやってほしいよな。もう白いから反射するからさ、まあ電気がついてればライトがついてれば道があるんだけど、これが切れちゃうとこっちかよって思ってもうそっち行っちゃうじゃない。これ危ないよ本当に。いやガードレールずっと続けといてほしいよな。もういやいやいやもうやだな。真っ白。いやーこれじゃあライトアップにもできないよ。いやこれでナビが本当に合ってるかどうかも安心できないの。これな、これ先導険しい道だわ。本当にこれちょっとびっくりした。こんなところナビが案内すると思わないよなこれな。 Google さんじゃないよこれ、普通のナビだよ。ゴリラだよゴリラ、ゴリラゴリラ野生児だからってこんなとこ通るのはいいけどさ、車でここ通らせるのは参ったな。やめてくれよ本当に。あんまり見えない見えない見えない。あーしょ見えた見えた見えた。木が立ってくれてるだけでも見えるよな。あの葉っぱが生い茂ってても葉っぱって意外に暗くて、うわ右側崖じゃんこれ、うわ恐ろしい。いや 前ばっかり見てるからマップがこれで合ってるかどうかもナビ見らんないよ。恐ろしいなここ。いや崖かこれ。あ違う、いや崖があったとこだけど、あこれはなんかちゃんと土になってるな。もうあーいや崖があるって考えただけでもうわあっちも奥も崖だよこれ。ほら恐ろしいとこだなこれ。ちょっと待ってこれ、やっぱ避難やっぱ避難所あるんでこれ、だから車来るんでこれ、昼間ここ車来るよこれ。あということは安心だね、安心してこれ行けそうだけど、だけど狭いね。いやいやいや、あもうちょっとなんかあってよ周りに。あ電気がついた、やったー。あーおっかねー。あこれだってそうだな、大丈夫そうだな。いやーこの LED 助かるけど、また暗いのかよここ。ちょっと待ってよ、
この明かり何あったってなくたって一緒じゃないよ、あんなものどうだっていいよ。もうこんな対比所一箇所あったぐらいじゃもう道狭いんだからさ、せめてほんと LED 一本立てといてよ。ここ真っ暗すぎて道がわかんない、これ。てかこれで合ってん、あ、ナビもうちょっとで右に曲がれって言ってる。あった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 、いや恐ろしいなここ。あ、ここやっと人が住んでるとこだね、これね。あ、なんか少し安心してきた。建造物があるとやっぱ安心するね、これね。まもなく右方向です。あー、おっかね。いやちょっとよ落ち着いたわ。これで交差点があるところを右行けんじゃね。いや、もう全然安心よ、もう、全然怖くない。右方向です。親父ビビってたなんて一言、あれ交差点じゃなくてまだ続くのこれ。いや、ま、親父ビビってないよ、ビビってないよ、こんなんじゃビビんないよ、もうビビビビビビってないよ。右と左ちょっと怖いね。ちょっと怖いよ。痩せ我慢しないよ親父、怖いのは怖いって言うからね。ちょっと待ってこれ、あの怖すぎて笑いが出てくるんだけど、やだなこれな。怖え。何これ。道はさっきよりは広くなったけど、あ、ようやく下ってんのかな、これ。ようやく下ってんね。ああ、よかったよかった。ようやく降りてんだわ。ただこれで逆に行き止まりになっちゃったら、バックできないから、最悪だよ、これ。まあ、道がね、舗装路だから、まあ、大丈夫だろうけど、やだよこれで行き止まりとかなのあったら。まあ前からねちゃんと対比所があって、前から来るって言うんで向こうに道があるのは間違いないんだろうけど、いやー、いやもうやだやだやだ。あー、もうでもこんだけ対比所も出てくればもう道がね向こうから車が来るってのわかるから、もうこのまま進んでいけば安心は安心だけど、いや恐ろしいな、ここ本当地元の人じゃないと通らない道だろう。なんでこんなとこ通らせんの、ゴリラさん。いや危ないし、やだよな、後ろから車が来てせっつかれたらもう先にどうぞだよね、こんなところ。およそ 300m 先、もう意地張って前走ろうなんていうことは絶対しない方がいいよこれ。いやこれ本当スピード出したら突っ込むよこれ。電気ないもん。いや電気ない、ほんと LED 一本。そうか、山の中だから電気通せん。いや、電柱通ってんだから電気ぐらい通せよってね。まもなく左方向です。電気つけてよ、危ないよ。ほんと、栃木の県道14号さ。いやはい、これでとりあえず行き止まりまで、行き止まりじゃないや、突き当たりまで行ったら左だね、よし。これでようやく普通の県道に出てちょうだい。とりあえず県道、栃木の県道14号を抜けたから大丈夫そうだな。でも恐ろしいとこだなこれな。はい、もうひたすらもうこの道を喋り続けていくしかない。もう怖くて、もう喋ってないともう怖い。もう多分ね、無言でこの道走れないよきっと。誰しもが多分独り言言うと思うよこの道は。いや、じゃないとだって通れないもんこんなところかなんて。いや、なんかあったらやばいでしょうね。もう動画をねリモートでそのまま送りたいぐらいなんだけど、てかね実況したいけど、これ実況できないよこんなところ。実況喋ってるからさ、実況できる余裕なんかないからねこれね本当に。いやもうこうやってね明かりが見えて反射しているこれがあるだけでもまだ安心できるよ。さっき何にもなかったからね本当に。いやでもこれ右もやっぱりまだ木には覆われてるけど、ガードレールがあるってことは崖でしょこれ。これやだよな、やだよ。電気消したら真っ暗だよこれ。ブラインド走行絶対できないよこれ。いやもう本当、いやこれいつまで続くのこれ。あとなんか何見たら 2.7 キロって書いてあるんだけど、これこの先に街があったらいいんだけどさ、もうそれで。
もう街が出るまでこれもずっと実況してるよ。もう周りも何もないし、左側も崖だからさ、もう崖から何か落ちてきたらもうこれでおしまいだからね。もう、あ、針だった、よかったよかったよかった。あの明かりだけでももう安心できるよ。もう、あー、一安心って感じ。この LED の痛い光でもね、まあないよりはマシかな。でもこれが蛍光灯の明かりだったらさらに怖いだろうな。チカ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 してさ、切れかかってる蛍光灯の明かり、あんなのがこんなところでさ、もう方向と照らされてたら、もうそれだけでビビっちゃうよね。なんか出るんじゃないかって、なんかいないものを呼び出しちゃいそうだよね。いやー、本当だよ。だけどね、 LED になったからね、そういったチカチカ消えかかってる蛍光灯みたいな明かりってのはなくなったのはいいんだけどさ、だけど LED 切れたらパッと切れるからね、恐ろしいよね。その瞬間見ちゃったらなんかいるんじゃないかって思っちゃうね。いやー、ちょっと待って、見えない、これどうなってんのこれ。あー、見にくいな、ほんと明かり欲しいよ。このガードレール恐ろしいよな。ない、でもないとおっかない、もっとおっかないもんな。で、ガードレールここ切れてるところってのはほんと嫌だな。そのガードレールの何もなくなった先にちょっとした道があったら入りそうだもん。いやー、なんか別の世界に入り込んだ気分だよこれ。いや、ほんと、なんか、あー、明かりだ、まだ。なんか別の世界から車が来たんじゃないのっていう感じだよね。もうほんとやだよー。いやー、なんだここ、あれ、クリーンセンターかこれ。ってことはトラックがバンバン走ってるとこなんだよな。じゃあもう少しで待ちだわ。よし、あー、ちょっと安心。あの、空いた施設があるとね、やっぱりある程度の距離で街があるってのも大体わかるからね。よし、看板が見えてきた。看板が見えてもこっちの方に、もう全然怖くない、もうこうなったらね。怖くないよ。今まで怖がってたけどね、もう怖くないよ。よし、これであとは予定通りの方向に向かえばそれで OK だ。